エアバス A350XWB。エアバス A350XWB は A300、A330、A340 の後継機としてエアバス社が発売した新世代中型ワイドボディ旅客機。2015年1月15日、カタール航空がドーハフランクフルト線で世界初の営業運行を開始した。当初、 a 三百三十をベースに開発が構想されていた機種の名称が a 三百五十であり、a 三百五十開発計画中止後に新規に設計し直され、二千十五年現在生産されている機種の正式名称が a 三百五十 x w b である。開発計画の推移は、公日航空専門誌や航空系ニュースサイトでは正式名称で報道されることもあるが、 一般的なニュース報道などでは、A350XWB を指して、A350 と省略されることも多い。日本の航空雑誌、エアライン、イカロス出版の記者が、エアバス社に、A350 と略してよいかと尋ねたところ、エアバス社の担当者はできる限り正式名称の、A350XWB で表記してほしいと、得たという。ただ、 エアバス社の公式資料でも XWB が省略されているものも存在している。なお、シリーズ名は A350XWB であるが、個々のモデルは A350 から800、A350 から900のように XWB を含めないものが正式名称となっている。エアバスは A300 や A330 といった自社の旅客機の 後継機種より直接には A330 や A340 の市場を大型総発機777や新型機787で接見しつつあるライバルボーイング社の対抗機種として新しい世代の中型総発機を開発しようとしていた。これが初期の A350 型機であるがその大まかな特徴は以下のようなものであった。これらの特徴を持ち ライバル787と同等以上の性能の機体をより安価で容易に開発するとした初期の A350 構想は3つの派生型からなるファミリーとなる予定であった。エアバス社としては A380 に開発資源を集中する必要があり、全くの新規設計から始めることは困難な事情があった。開発予算は30から40億ドル程度の 予定であった。しかし、この機体に対し発注の意向を示したシンガポール航空やイルフックは、より設計の詳細を詰める段階で、機体設計のやり直しを要求した。A350 はライバル787に対して受注数で大きく水を開けられる状況であった。この初期構想は、顧客からの反応を見ながら数回の改定が加えられている。 蒸気のような改定を加え、航空機としての性能、経済性は A330 に比べて大幅に改善されて、いるにもかかわらず受注は伸び悩み、製造ローンチできない状態が続いた。この段階で予想される開発経費は概算で50億ドル強にまで増加していた。初期の A350 のコンセプトは、後に開発が決定することとなった A330。 ネオに引き継がれることとなる。着々と受注数を伸ばす B787 に比べ受注に苦しんだ A350 だったが2006年7月17日開催のファーンボロー航空ショーにてエアバス A350XWB エクストラワイドボディとして再設計され完全に新しい計画として発表された。また、この新たな計画のファミリーとしては次のものが 発表された。当初最も小型のマイナス800型が基本型と思われていたが、開発順序や派生型開発計画などから、中間サイズのマイナス900型が基本型であると得られる。この基本機種はそれぞれ航続距離8500ミ、mm、リを計画をしていたが、設計が進むにつれ若干の変動を見ている。さらに将来構想としては、以下のものも考えられている。 これら計画の総体、特に787より大きな機体サイズと新技術の積極採用という点から見て、787のみならず一回り大きな、そして今のところ、ボーイングの独占上である777の市場にも対抗できる機体を目指していることが伺える計画である。日本航空やユナイテッド航空のように、 A350 を777の後継機として位置づけている航空会社も実際にある。この計画変更により胴体系が広くなるためか後方の胴体絞り部などは従来のエアバス機のように胴体上部へ絞り上がっていく形でなくボーイング機などに見られる胴体中心部へ上部からも絞りていく形に変更されている。その一方で フラップを内外に分割して、トループエルロンと共に巡航中に独立して、角度制御を行うことで、揚力分布を最適化し巡航時の要行比を改善するなど、新しい技も取り入れられている。787より大きな水力が要求される搭載エンジンとしては、ロールスロイスがトレント1700を強化し供給する覚書を締結している。 ゼネラルエレクトリックはジェネックスでなく、より大きな水力を見込める GP7200 の派生系を供給する予定であった。しかしその後 GE 社とエアバス社の交渉は決立し、ジェネックス強化型あるいは GP7200 派型を A350XWB に提供する覚書は2008年10月現在結ばれていない。そのため、現時点では、 a 3 5 0 x w b へのエンジン供給は、ロールスロイスの独占となっている。この背景には、GE がエンジン供給を独占して、大きな利益を上げているボーイング777から 200LR、300ER 及び将来開発が予定されている777から 8X と A350XWB-900R1000 が直接競合するという事情あるためと、 考えられている。GE と共にエンジンアライアンスに出資するプラットホイットニーは、XWB 向け GP7200 派生型の開発に前向きな胸の表明をしているが、優先交渉権は g e n ク x にあり、GE が XWB 型へのエンジン提供を最終的に見送った場合に GP7200 の XWB 向け提供の交渉を開始できると認めている。 2009年5月に GE 首脳は B787 の飛行試験によってジェネックスの燃費を含めた性能が示されれば改めてエアバスとの交渉に臨むだろうという趣旨の発言を行ったこの場合はマイナス800及びマイナス900型向けに限ってのエンジン開発となるだろうとみられているまたエアバスは A350-1000 搭載予定のエンジンであるロールス・ロイス・トレント・ XWB について、当社と共同で、より性能の良いバージョンを開発し、この型に装備することを明らかにしている。このエアバス A350XWB の計画発表を受けて、シンガポール航空が2006年7月21日に、A350 から900型20機の購入を発表した。 2006年12月1日、親会社であるエアバスグループの役員会は本機の会を承認した。およそ100億ユーロと見積もられる開発費分担の内訳は明らかにされなかった。2008年8月12日現在、A350XWB は世界27社から452機の確定発注を 受けライバルである787と同規模の受注を達成している。特に787の開発が主翼の強度不足や試験飛行中の空中火災などで何、何納期が3年以上遅延しているため、就航予定時期等787の初期のアドバンテージはほとんど失われてしまっている。また、正式契約調印には至っていないが、 発注主意書を発行されているものが16機ある。一方で GE エンジンの搭載が見送られたためにリース会社 GE カスのように初期型 A350 計画から XWB 型への契約移行を行わず発注を取り消されたケースもある。2013年10月7日に日本航空とエアバスは共同プレスリリースで A350 から900型機18機と A350-1000 型機13機の確定31機、オプション25機の購入契約を締結したと発表した。初期の機体の引き渡しから20年を経過し、機材更新の時期を迎えるボーイング777の後継機として2019年より順次導入される予定。日本航空が エアバス機を発注するのは初めてのことである。なおこれに先立ち、日本では日本航空と合わせ全日本空輸も老朽化したボーイング777の置き換えとして A350-1000 を有力な候補に挙げてるとの報道がなされていたが、全日本空輸は2014年3月にボーイング777から QX の発注を決定し、 エアバス A350 の発注には至らなかった。エアバス社の同じ大型双発機シリーズ A330 とは保管関係にあるとされ、A330 が中距離路線を主体とするのに対し、A350XWB は長距離、超長距離路線で進化を発揮するため、航空会社は運航する路線によって、両機種を使い分けることになるという。一方で、 日本航空のように A350XWB を短距離の国内線と長距離の国際線の両方に導入する意向を示している航空会社も損する。2014年7月には A330 の次世代型である A330NE を開発することが決まった。A330 を運航している。 ハワイアン航空は A350XWB の発注をすべてキャンセルし A330NEO へ切り替えた。マレーシアの LCC であるエアージア X は主力機種であった A330 から300の更新用として A350XWB を発注しているが A330NEO も発注した。 また2016年1月には、イランのフラッグキャリアである、イラン航空が、エアバス社に大型発注を行い、A350-1000 型機を16機、確定発注した。香港のキャセイパシフィック航空は、A350 から900を22機、長胴型の A350-1000 を26機の、2タイプ K48 機を発注しているが、 受領を開始する2016年内に新臓機12機を受領する予定であり、香港国際空港からロンドンへの帰還路線や、現在は主に A330 から300で運行している、香港と日本の三大都市圏を結ぶ路線に投入するとしている。エアバス社は2007年9月に構造並びに一部形状の変更を公表した。それによると、 これまでアルミニウムリチウム合金製とされてきた胴体構造はカーボンファイバーのフレームリングとアルミウムリチウム合金のビームからなる骨組みにカーボンファイバーパネルを貼り合わせた構造になりボーイング787とほぼ同等のカーボンファイバー使用率となった。また機種形状が2006年の XWB 型の最初のアナウンス時のデザインから変更され A380 の機種先端を切って取り付けたような形状となっている。しかしフライトデッキは A380 の液晶画面8面ではなく、より大型の液晶画面を6面用いた想像図が公開されている。これら設計の変更に伴い動体内図に変更が見られる模様で、下記の仕様における動体内径は現在エアバス社のウェブサイトの仕様表には記載がない。 2009年1月14日にエアバス社は A350XWB 型機の最終組み立て施設の着工記念式典を挙行し、そこで新たな外観が公表された。同社のホームページで参照できる。2008年8月には搭載機器を含めた詳細な重量見積もりの結果、マイナス900型機で運行時長が従来予測より2.2トン増大する。 見込みと公表されている。それとともに、マイナス900型機の最大で陸重量は268トンへと改定された。2013年5月14日に飛行テスト用、A350XWB 初号機、登録番号、回 WXWB が組み立て、エアバスのデモ塗装を完了して、同年6月3日には、地上でのエンジン始動を確認した。 6月14日には A350XWB 初号機が工場に隣接するトゥールーズ・ブラニャック空港で初飛行を実施し、その様子はエアバス社によってインターネット中継された。2014年9月30日には A350 から900が欧州航空安全機関の形式証明を取得。10月2日にはローンチカスタマーとなる。 カタール航空向けの初号機がロールアウト。2016年11月24日には A350-1000 初号機 MSN059 が初飛行した。2014年1月9日にボリビアのコチャバンバラパスで高知テストを行うためボリビアに到着。コチャバンバは海抜8300フィートで約2500メートルラパスは 海抜1万3000フィートの約4000メートルにあり、3号機を使用して、高地でのエンジン、補助動力装置、各種システムのオペレーションを確認。2014年1月28日に、カナダのイカルイト空港で寒冷地テストのため、高地テストを行っていた、ボリビアのコチャバンバ、ラパスから3号機が到着。イカルイトでは、氷点下桁台を記録する極寒の地で、 ーチテストと同様に、エンジン、補助動力装置、各種システムのオペレーションを確認。2014年5月6日に、アメリカ、フロリダ州のエグリン空軍基地に併設されている、マッキンリー極限気候研究所へ2号機が到着。A350XWB 開発プロジェクトで、形式証明に必要な認定要件を上回る、能力を確認するため、 研究所で極限状態の気候条件でのテストを実施。試験は45度からマイナス45度の気温状況を作り出し、複数の気候や湿度で気体の状態を確認。2014年5月9日にフランスのイストル空軍基地で4号機が耐水テストを実施。滑走路上の水が最低 22mm で60ノットから140ノットまでの速度で滑走し、 ノーズランディングギアの水しぶが、エンジン、補助動力装置の動きに影響がないことを確認。2014年6月2日に、初期長距離フライト試験を実施。2号機を使用し6月2日に、フランスのトゥールーズ・ブラニャック空港を離陸。パリ、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イギリスの上空を飛び、7時間後にトゥールーズに着陸。そして翌3日には、夜間に離陸し、 フランス上空やイベリア半島、北ヨーロッパ大陸の上空を12時間にわたって飛べ、再びトゥールーズに着陸し、今回の試験では、航空会社のスタッフとして、エールフランストルフトハンザの客室乗務員が乗務し、機内食の提供から、ギャレーの使い勝手や、機内の防音性、空調や照明、トイレの使い心地や、機内の娯楽設備などが評価され、 さらに人間工学の専門家によって、機内の目印などの見やすさ、わかりやすさを評価確認した。2014年6月18日高温飛行試験を3号機を使用して実施。アラブ首長国連邦のアルアインを拠点に、40度を超える気温環境の下でエンジンや航空機のシステム挙動を確認。2014年7月19日に、 フランスのイストル空軍基地で1号機が最大離陸水力時の離陸中断テストを実施。離陸中断テストでは、離陸時の最大スピード、最大重量でブレーキが安全に作動し、機体を安全に止めることができるかを確認。2014年7月24日に A350 から900の形式証明取得に向けた最終段階として、 5号機を使用した路線認定試験を開始、約3週間かけて北極を通過したり、各対応を横断飛行したり、合計で約180時間、およそ15万1300キロの距離を飛行した。2014年10月19日には、試作5号機、MSN-005、機体記号、カイウガー,ビーアジアをめぐるデモツアーの一環として、羽田空港に飛来し、 日本航空の関係者や記者などを乗せてデモフライトを実施した。このデモツアーでは東京以外にもソウル、ハノイ、バンコク、クアラルンプールへ訪れ A350XWB の導入を予定している航空会社へのアピールが行われた。2014年10月に欧州航空安全機関がエアバス A350 から900型機に対して etaps-300 及び etaps-370 の認定を与えた。これによって A350 から900型機は太平洋と大西洋を含んだ世界中ほとんど全て主要空港間に無着陸飛行ルート設定が可能な直行定機便を運航することが可能となった。この認定取得により A350 を発注した各国航空会社は 東南アジアから米国、オセアニアから米国といった中央太平洋上を飛行する史上最長となる定期国際路線設定が可能となった。これら ETAPS のさらなる高度認定に対応する航続距離延長型として9700海里、17964km の航続距離を誇る超長,長距離機 A350 ルアが追加設定された。 このタイプはパキスタン国際航空やエミレーツ航空など B の777から 200LR 型機を運航している航空会社の超長距離専用機材としての新規需要が期待されており2015年に発表されたウルアタイプのローンチカスタマーとなったのは A380 と同様にシンガポール航空であり航続距離は双発機として 最高記録となる予定であり、シンガポール航空保有機としては、A340 から500型機の置き換え対象となる機材で、シンガポール、チャンギ国際空港からアメリカ合衆国、ロサンゼルス国際空港や中南米地域への直行便設定も可能とな。また、パリーコールシュドニー間の直行便設定も可能である。2016年5月2日アバスは、 A350 から900が、米連邦航空局、FAA より180分超、最大300分の E タップス認可を取得したと発表した。2014年12月22日、ローンチカスタマーであるカタール航空に最初の一機が引き渡され、2015年1月15日から、ドーハ・フランクフルト線で営業運行を開始した。 2017年6月現在。2016年1月現在、フィンエアー、カタール航空、ベトナム航空などが A350 による定期国際線運航をすでに開始している。日本の航空会社で日本航空が A350 から900と A350-1000 が多機の計31機分を確定発注オプション25機済みである。 アジア地域で A350 型機の確定発注を行った航空会社は確定発注機数63機、ウルア型を含んだオプション契約による購入権20機分を誇るシンガポール航空やベトナム空軍が政府専用機としても使用しているベトナム航空、チャイナエアライン、スリランカ航空、フィリピン航空などとなっている2016年には 南米大陸の A350 発注会社にも、心臓器のデリバリーが始まり、ブラジルのタム航空が、大西洋横断の欧州南米間と洋路線に、初めて使用した。2016年10月14日に、エアバスで、通算1万機目の納入機となる、A350 から900、機体番号、9VSMF を、シンガポール航空に引き渡した。 2016年9月30日現在、ノーウィッキー、ノーウィッキー2007年10月までの風動試験の結果により、エンジンの離消水力はマイナス800で7万5000ポンドから7万4000ポンドへ、マイナス900で8万7000ポンドから8万3000ポンドへ、マイナス1000他で9万5000ポンドから9万2000ポンドへ、それぞれ引き下げられた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。